で、あの大変な豪雨の中で黒鳥関係者の皆さんにご覧いただいて、どんなようにですか、まあ、今一時始め、あのいろいろご質問いただいて、あの、まあ、残念な亡くなられた方が結果的に4名行方不明の方がお二人ということで、まあ、亡くなられた皆さんに本当にご冥福をお祈りいたしたいと思います。あと、あのその対応については、まあ、今の記憶の中でしっかり対応していきたいかなと思っております。今後のことについてはまた現地を拝見させていただいて、またいろいろと、あの、今日すぐということもできることがあればもちろんですが、あの今日は役場の議員の皆さんも一緒にいますので、必要なことがあればまた、あの、いろいろ週明けにも、まあ、実は各地に各大臣が視察に行っていることもありますので、まあ、岐阜はあの私が直接お邪魔しました。他の地域のことも含めて、あのいろいろと皆さんの予報を踏まえて対応したいと、こんなふうに思っておりますので、まあ、これからもしっかりあの皆さんの方も対応していただきたいし、政府としてもあの全力を挙げていて、これに思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。今だと想像できないですね。今止まっていただいたバスのとこ、あそこで1メーター40ぐらい水深が、はい、そのぐらいです。じゃあこうだと、この高さからでも1メーターか2メーターいったらです、はい、で道路を横断してこの駐車場まで、まあ、その側がもう少し水が戻ったら、ええ、おそらくまた来てるかも。うまく外側に抜けるなんて言ったんですね。こんなに甘いですか。いや、本当ですね。ちょっと考えなんですね。ありがとうございました。大変、この災害において消防団の皆さんとも、状態を受けする皆さんとも早くして非常にあの驚いたことを私からも心配を申し上げます。仕事を持ちながらこういう時にボランティア精神を駆けつけてもらいます。今回は残念ながら3人の方の被害が出ましたけど、そういう中にあって献身的に活動してもらうと敬意を感謝申し上げたいと思います。これからもどういう形の災害が起こりませんので、地域の中でぜひ頑張っていただけるよう心からお願いを申し上げたいと思います。今後ともどうかよろしくお願いします。今日はあの岐阜に、この大雨の被害の視察に、やってまいりました。まあ、2カ所をあの視察をしたわけですが、あの、まあ、いずれのところでもあの、亡くなられた方があの出ているということは大変、悲しいことで、心からお悔やみを申し上げたいと思います。まあ、この非常に短時間に、これまでの記録にもないような大雨がそれぞれ降って、従来でいうと考えられないような場所で、水が出、あるいは、土砂崩れということがありましたので、まあ、これからあのこういうことに対しても
をしっかりと対応できるように、また今後のことも、知事、市長、町長はじめそういう皆さんのお話も聞きましたので、しっかりと国としても取り組んでもらいたいとこう思っております。私からは以上です。すみません、地元代表してお伺いします、はい、毎日新聞の方と言いますが、まずですね、ちょっと、現場を見て改めてちょっと率直なご感想をお伺いしたいのと、それを踏まえて地方の中山間地 の、 あの防災対策の遅れがないかという認識とですね、ご認識があるかどうかとですね、あと、まあ、今後ここを激甚災害に指定するかどうかを含めて今後の対応についてお伺いしたいんですけど、まあ、こういうあの災害を、まあ、防ぐ、あるいは被害を防ぐには、まあ、一つはあのハード面というかですね、まあ、堤防とかあるいは遊水地とか、そういうものの整備がどの地域にどういう程度必要かということと、もう一つはやはりあの避難を含めてですね、被害を最小限に食い止めるための情報というものと、2つの面があると思います。まあ、あの最近はあの政府の方でも、まあ、例えばあの時々この車で逃げるということが割と一般に行われたことに対して、逆に車が危ないんだと、まあ、今回 の、 あの最初のところでもですね、ああいうこう逆に道路がぐっとこう高架下であの下がっているところで、結果として、その被害に遭われることもありますし、まあ、今回もあのちょっと考えないような大きなトラックがですね、流されるということもありますので、そういう、まあ、車を使っての避難などはあの控えるようにといったようなことも、政府の方からも申し上げておりますが、そういう情報的な面でのですね、まあ、ある意味でのきめ細かさというものも、これはあの全国的なレベルでもあのしっかりと場合によってはマニュアルとかそういうものをもっと整備してですね、確かな方にしていきたいと思っております。それから激甚災害については、まあ、今あのこの間だけでも北九州とか山口とか広島とか鹿児島とか、まあ、あの我が内閣のメンバーそれぞれ視察に出かけてくれておりますので、明日明後日そういうものをですね、あの集約する中で、どういう対応ができるか、あの農業の関係といろんな河川とか道路の関係といろいろありますので、そういうものをきちっとあの精査した中で、できるだけ国民の皆さんにしっかりした対応ができたと言われるように、努力したいと思います。現場を見た感想をお答えいただきたいと思います。あの本当に今日はもうこんなに、晴れてですね、まあ、川で言えば水の量も少なくないし、こちらの山もですね、あのほとんど水も流れてない状況ですが、やはりこの自然の脅威の怖さということと、やはりあの十分そういう危険性を予測する力というかですね、まあ、それによってこの防げることもたくさんありますので、そういうものがやはりより必要だなということを改めて感じました。ありがとうございました。すみません、続いて内閣記者会館で、細野幹事長代理がですね、今日のテレビ番組で予算編成を主導する仕組みを作るという趣旨の発言をされておりますけれども、新しい部局を作られるおつもりでしょうか。その場合国家戦略室の位置づけというのはどうなるんでしょうか。ちょっとその番組見てませんので、あのどういうあの意味であの幹事長代理が言われたか最後には分かりません。まあ、あのこの間の議論で言えばですね、あの先日もあの閣議後の懇談会を1時間余りにわたって、いたしまして、そういう中で取りまとめを私の方から、まあ、担当する財務大臣の時を持ってもちろんですが、内閣全体としてはですね、あるいは党全体としては、官房長官とそれから政調会長である現場大臣に、そういう内閣主導というかですね、政治主導で
しっかりやってもらうようにということで、私の方からその2人を含めて3人で、そうしたことについて検討してほしいと言ったことを多分受けてですね、言われたことかなと。それから国家戦略室については若干皆さん方のことでいろいろまあありますけれども、真意はですね、イギリスでポリシーユニットというものがあって、まあ、当初私と古川、まあ、現官房副長官が去年の6月に視察に行った時に、ポリシーユニットを一つのモデルにしたらどうかというのがあったわけです。まあ、スタートの段階ではポリシーユニットよりも超えた権能を、まあ、特に私が担当だと思いますから、総理ということも含めて多少そういうものを超えた権能を総理から当時の総理から言われたわけですが、今回はこの官房、失礼、政調会長が、大臣としても入って、もらうということになりましたし、また官房長官にもしっかりと内閣と主導で、官邸主導でやっていただくということになりましたので、国家戦略室はもともとのですね、総理に対する直接のアドバイス、まあ、ある意味で総理直属のシンクタンク、こういう位置づけでしっかりした体制を作っていただくということで、この間話をしてまいりました。これは決して何かこうウエイトが下がったということではなくて、私の見方からするとより大きな役割をお願いすると思っています。まあ、例えば従来は国家戦略室は外交関係は少なくとも私や戦後さんの時代は一切触れておりませんでしたが、総理に対するアドバイスシンクタンクという中ではいろんなですね、例えば専門的な知識を持った人のこういう人に会って話を聞いたらいいですよとか、こういう論文はぜひ、総理自ら読んだ方がいいですよとか、そういうその政策的アドバイスという意味ではあらゆる分野についてもです、広く関わってもらおうと思ってますので、性格は変わりますが、しかし重要性は別の意味で大変重要な役割を担っていた、そういうふうに考えます。予算編成に関しては、総理予算編成に関しては何かスタッフを集められて、内閣官房にスタッフを集められてとかいうことは考えられておられるんですか。ですから、その今の細野官庁代理の発言との関連でどうというのは私もちょっと分かりません。ただ先ほど申し上げたように、もともと官房長官のもとには副長官があり、そして副長官法があり、補室というかなりのスタッフがあり、で同時に今度は政調会を付加しました。そちらには党の議員、衆参を含めれば約400名がいて、その周囲にはたくさんの党員や地方議員もいるわけですから、そういう意味では政治主導という意味では私はこのお二人ですねが中心に調整されるということは、より政治主導の力が強くなると、このように思っています。